こんにちは福井教育支援サークルの吉田です。え前回、校長講話についてお話をさせていただきました。あ今回はその2回目です、えー。賢くなるノートの使い方という話を紹介したいと思います。えー、それでは始めます。売れている芸人さんは○○○を持っています。有名なスポーツ選手は○○○に記録しています。 東大生は〇〇〇が綺麗です。さあみんな〇〇〇の中に何が入るか分かりますかはいいい答えが返ってきましたね。売れている芸人さんはノートを持っています。有名なスポーツ選手はノートに記録しています。東大生はノートが綺麗です。 えねえー、立派な、ねえー、仕事をでができた人は、ね、みんなノートに丁寧に書いているんです。ノートを丁寧に書くというのはすごく大事なことです。はい、これはね、えー、低学年の算数のノートです、えー。まずね、こうやって下敷きを入れます。日付を入れます。ページ数を入れます。 文字ははマスからはみ出しません、えー。線を引く時にはこうやって定規を当ててね、えー、線を引きますこうやってきれいにね、えー、ノートができたらはいお花丸です今度はね高学年の算数のノートですまずはいそう下敷きを入れます日付を入れますページ数を入れます文字は マスからはみ出しません。直線は定規を使ってこんな風にね。はい、線を引いていきますねえー。綺麗にできたらお花丸です。はい、じゃあまとめましょう。賢くなるノートの書き方。下敷きを入れる。マスから字がはみ出さない。白いところを残すね。白いところを残すと見やすくなりますよね。 定規を使うノートをね、きれいに書くと賢くなります。今日からノートをしっかりね、書いてください。というような話でした。えー、これは実はですね、えーまあ、あの日頃、ノート指導に当たっている先生方へのエールのつもりでもあります、えー。小学校の場合はね、やっぱり丁寧にやるということを身につけさせたいと、丁寧さを身につけさせたいと私は思っています。 ですから下敷きを入れることも定規を使って線を引くということもそういったことの一環です。でノートに限って言えばねノートが丁寧になるにつれて学力も次第に向上していっているように私は思います。まあ、ということでこ,のこういった話も校長講話の折にしていました。また参考にしていただければ幸いです。